新型コロナウイルス消費ビジネスに抜本的な変容を迫っているという記事です。待ったなしのこの アパレルファッション産業ですねレナウンアメリカのブルックスブラザーズが経営破綻若者向けブランドセシルマクビーが店舗事業から撤退します、えー、このですねセシルマクビーというところはアムラーとかコギャルがブームとなった90年代に人気を博した10代から20代後半向けのブランドですしかし2000年代後半には失速して若者人口が減るにつれファッションで違いを示す自己アピー ピールの意識が弱まったとされてるんで、すねで停滞はセシル・マクビーだけでなく、レナウンを破綻、販売不振に苦しむオンワードホールディングス、一時は他元を分かった ZOZO との医療品の製造販売での連携も決めています。テレワークで外出のための医療品需要がさらに減ったと、ネット経由の買い物が一段と進んで、ブランド力が低下した企業にとって、 店店舗お店はですねコストがかさむ重荷に,になりつつあるということです、えー、この新型コロナウイルスによってもたらされた脱店舗の動き、これ、田中さんはどう捉えますかそうですね。あのね、あの、店舗授業があって、確、はい、マクビー。えー、えー、僕はあのアイドル研究も一応やっているんですけど、はいねえー、アイドルの、ねえー、子たちが結構ね、愛用している人たちが多くて、のえー、僕もこの報道を聞いてね、やっぱ驚きましたよね。はい、やはそれだけ 脱店舗の動きっていうのが、こう、加速化しているのかなっていうふうに。えー、まあ、アパレル業界はもう21世紀、えー、まあ、具体的にはもう20世紀後半ぐらいですか。まあ、デフレの深まりとともにですね、はい、もう、業界の再編とかですね、攻防がすごく激しい、えー、あの、業界ですよね、はいえー。今回も、まあ、新型コロナ危機っていうのは一つの契機なんですけれども、まあ、それ以前からですね、業界の大きなですね、まあ、あの、変動っていうのが、 まあ構造的に続いていると。はいえー、まあそれがですね、このコロナ危機で少し加速化したかなと。 その象徴なんでしょうねこのセシウマクビーのこの新型コロナによる休業あと営業営業時間の短縮でアパレル企業の在庫ですね過去最高の水準まで膨らんでいます、えー、このお在庫この出店先の百貨店とかショッピングセンターではなくアパレル企業が抱えるものなんですねこれは小週間秋いの習慣でえー、そういうふうに決まってるんだそうですで季節商品の特性から過剰在庫の解消 損失覚悟の値引き販売ししかない厳しさもあるこの辺りも悩ましいですね。そうですね。まあ、ア、えー、パレル業界だけじゃなくてですね、やっぱ在庫を抱えている業界ってすごく多いと思うんですよね。えー、まあ、あの、小売全般でね。えー、でそういったところが今後、まあ、秋ぐらいに、えー、かなり中小中心に倒産が連鎖していくんじゃないかって僕は心配で、えー、本当にね、一刻も早く、あの、まあ、 政府もね、核、はい、を決めなきゃいけないですよね。えー、感染が収まらないとすれば、今回のような持続化給付金を、青天井で給付する。はいえー、で もしくは、もうあの、感染対策をですね、えー、早期に徹底的にやると。はい、で、えー、で、経済も活動化させていくんであれば、今度はですね、景気対策として消費税減税であるとか、はいえー、もう思い切ったですね、えー、財政政策をする。そのどちらかを,かをですね、えー、決断しなきゃいけないんですが、なぜか夏休み入っちゃってますよね。ね